皆さんこんにちは。キープディスタンス滝野チャンネルの滝野です。週が変わって11月の22日月曜日、22日ですかね明日はお休みですね。それを糧に今日1日もうちょっと頑張りたいと思いますが、いよいよ八王子相模原の方もですね、今こうやって雨が降り始めました。結構本降りですね。明日は洗濯ができるぐらい回復してくれるといいんですけどね。はい、ということで今日のお話はですね、前回お話した車庫帳のメンテナンスのその後です。ですね、メンテを兼ねて、フロントをですね、少し上げました。フロントの車庫帳のタップ帳のところ、タップのネジ山の長さのところで、5ミリ上げました。でそのことによってタイヤのところ、ホイールアーチとタイヤのところの車高っていうのは多分5ミリか、5、6、7ミリ、ちょっとレバー比がわからないんですけれども、5ミリ以上上がってるような気はするんですけどね。フロントは一旦これでしばらくまた走ってみようと思います。でリアはですね、まあ、ほぼほぼ一番高めのセッティング、もうちょっと上げはできるんですけども、あんまり上げすぎてもちょっと剛性の問題とかもあるので、リアはですねほぼほぼ今高めのセッティングになっているので、リアはメンテだけでいじらずというか、高さはいじらずというふうにしました。なので、先週までそのサムネで撮っていたソニカの横からの姿のスタイルからすると、フロントがまあタップ調で5ミリ上がっているっていう感じですね。実際多分フロントが7ミリぐらいは1センチまで上がってないと思うんですけど、フロントがちょっと上がった感じになってます。タイヤとフェンダーのところで指が 2.5 本ぐらい入る感じですね。まあ、そうすることによって何を期待しているかというとですね、特にはまあ見た目の問題が大きいんですけど、希望の車体の前後バランスにしたいっていうのと、あとはこうやって走っていて、やはり前後左右、特に前後のピッチングモーションの動き方、これの何て言うんでしょう、収まりというか、その辺の感じ方が一番自然に思えるところを探している感じですね。こう車体を振った時とか、まあ、カーブの進入でブレーキを踏んでぐーっと荷重を移動するような時のその姿勢変化の時の動き方が馴染むのが、馴染む高さを見つけたいという感じでしょうかね。それ以外はやっぱもう見た目のところの調整になりますかね。で、次の調整を終わらせて、車をちょっと前後に揺すって馴染ませて、それで終わってたんですね。で今朝仕事に行くのに車を走らせて思ったのがですね、5ミリね、車高を上げてるはずなのに、今までよりもコツコツとした入力をすごく感じるんですね。でそれはですね、最初は今回一緒に、ですね、スタッドレスタイヤの前後をローテーションしたので、まだまだこう溝が山深い溝の深いリアタイヤをフロントに持ってきたということで、まあ、ステリングが軽くなったりとかですね、ということでなんか落ち着きが、ないのかな、いや溝がない方が落ち着きがないのかとかっていろいろ考えながら走ってたんですけども、どうもですねやっぱりそのメーカー推奨の75ミリに今まで設定してたんですね。ところがそこから5ミリ上げて、要はメーカーの推奨値よりも車高を上げてるわけですね。この5ミリがそんなに影響するのかな、特にイニシャルを変えてるわけでもないのでと思ったんですけど、やっぱ明らかにね、土曜日乗ってる時までよりは、あれ土曜日まではもうちょっとね、フロントの硬さは感じなかったと思うんですよ。で逆にリアの方が硬く感じるというふうにお話もしてたと思うんですけど、5ミリ高くしてからは言うと、メーカー推奨値が75ミリ、これを8センチに変えてからはバネレートそのものの、4キロかな、4キロという硬さを少し感じるようにはなりました、ね。
まあ感じるといってもね、4キロのバネレートですからそんなに硬いわけではないんですけれども、面白い変化だったですね、うん。まあ、その分リアは全くいじってないわけですからね、こう前後の荷重のかかり方がちょっと前なのかちょっと後ろなのかっていうだけの話だと思うんですよ。まあ、これだけでね、全然スプリングの動きが違うんだなってちょっと面白く思っています。逆に言うとデリケートですよね。そこの 75mm のところは 80mm なのか 77.5 なのか76なのか、ちょっと面白いセッティングができそうな気はしています。はい、あとですね、前回その車庫帳を変えてアッパーマウントのガタガタが消えたと、よかったよかったと。ただしやっぱ下回りの方でもうちょっとガタガタする音が新たに聞こえてきて困っているって話をしたところ、あのブレーキのキャリパーのスライドピンが音を出ている可能性もありますよっていうことをコメントで教えていただきました。それで昨日、まあ、あのメンテナンスのついでで、キャリパーのスライドピンも確認してみたんですけれども、スライドピンの方はですね、左右とも異常がなかったです。異常がなかったというのはしっかりと、なんていうんでしょう、ガタがないような状況でしたね。ですね、なんていうんでしょう、まあ夏に車検で分解清掃してるんで、まあ、当たり前っちゃ当たり前ではあるんですけどね。はこんな感じかな。まあ車高はこれでちょっとしばらく乗ってみて、で、またちょっと不満がっていうのがもしあるようだったら、その75ミリから80ミリの間の5ミリの間で少し、なんていうんでしょう、あのいろいろ試してみようかなというふうに思っています。リアはねほぼほぼちょっと今一番高めのセッティングにしている状況なので、本当はもうちょっとリアも上げたいんですけども、リアはしばらくこのまま固定でいきたいと思います。というのがですね、リアはねこうストロークの具合がすごく良くて、当初こそそのバネの硬さっていうか、感じたもののですね乗り心地が悪くないんですね。なのでリアは一旦これで固定した状態でフロントのセッティングを探していきたいかなというふうに思っています。といってもしばらくはこの状態ですけどね。でそのスライドピンは大丈夫だったっていうことから、まあ12月かな、ですね、エンジンマウント皆さんもやられてきたことだと思うんですけど、右のエンジンマウントと左のミッションマウント、この2つをですね揃えておいて、時間ができたら交換をしていきたいなというふうに思っています。そこまでやってみて、あとその、冷感時の振動の収まりとかですね、その辺をちょっと、あとはその踏切とかガタゴト通過時にどの程度、音が収まって、こう質感が上がるかっていうところをやってみたいというふうに思っています。いう感じですかね。もうだんだん暗くなってきましたね。はい、ということで今日は一旦そのソニカの車庫帳メンテナンスその後のご報告でした。明日は休みですね。お仕事の方もあるかと思うんですけれども、お休みの方はごゆっくり、お仕事の方は大変ですが頑張ってくださいね。私も今日この後月曜日の午後ちょっとバタバタするんですが頑張りたいと思います。それでは皆さんまた次の動画でお会いいたしましょう。キープディスタンス、滝野チャンネルの滝野でした。バイバイ。